こんにちこっこ、大方のこっこです。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年初めての動画になります。島村の初売りに行ってきました。争奪戦の中購入したものを紹介したいと思います。それではビデオスタート。今回なんですが、5000円以上購入するとこの置き型時計をもらえるということで、5000円以上買ってきました。開店が11時からということで、10時50分ぐらいにその店舗に着いたんですけれども、ざっと100人以上の方が並ばれていまして、最後尾っていう札もあるぐらい並んでおりました。自分たちがこう並んでいても、また後ろの方も行列ができていたっていう状況で、みんな何を買ったんだろうって思ったんですけど、100人以上いる中から争奪戦で購入してきたものを紹介したいと思います。はい、こちらコカロン履く靴下です。5足で1100円です。で、ここに書いてるんですけど、今気づいたんですけど、ソーパルクソックスが3つ、ウラボアソックスが2足と書いております。で、このコカロンもいろんな色展開がありましたね。これよりもっと派手なやつが残ってはいました。で、結構地味めなやつを買ってきたつもりであります。だけども争奪戦だったんで、ほとんど残ってませんでした。で、こちらも人気商品だったんじゃないかなと思います。ずっとこちらのホカロンシリーズは気になっていて、で、今回このタイミングで購入することができました。なんかよくイトーヨーカドーでも見るなぁと思います。いや、イオンでも見たことあるね、このシリーズ。うん、これ結構地味め。あ、すごいあったかそう。あ、これあったかいよ。え、本当？うん、ここが結構厚手です。足首のところ、こたつでソックスっていうソックスが結構今人気のソックスがあるんですね。それと結構ここの上の部分が似てます。それ裏あったかい。ソーパルプソックスかな、こっちは。で、こっちの柄のやつ、あ、すごいよ、ほら、ふわふわ。こっちと違う。うわ、見て、ボア。これあったかいよ。あったかそう。あったかい。こうやって、こうやって入れる人もいないだろうけど、こういう感じで、やっぱりこっちのボアの方がめちゃくちゃあったかい。暑いくらいかもしれない。この柄かわいい。だけど、これで多分、靴は履けないかなと思います。本当に部屋用。部屋にいる時用のソックスかなと思います。あ、違うね、全然違うよね。うん、こっちはギリの靴下履いて靴で出かけられるかなって感じ。いいね、このボアはね。うん、あとこちらはボアシリーズ、このグレーもボア。あ、それもいいね。うん、ボアで、これは派手だね。ホカロン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 これがそうこういうね、うん、これもなんかカップになってます。でも何に使えるかな、これは。次がこちら、またホカロンシリーズ、ホカロンのくるぶし丈ボトムって書いてます。レギンスです。レギンスを買ってきました。2枚組で770円です。こちらも広告の品でした。ジーパンとか履いた時に、ジーパンがやっぱり薄手だから下に仕組んで履きたいなと思ってこちらを購入しました。あ、これもすごいあったかい。なんかこれのユニクロの普通のヒートテック持ってるんですけど、なんかそれよりかは
生地が分厚めで、あったかいかなとは思います。これ、メンズ用です。メンズのロングタイツ、キルホカロン、レギンスタイプのものです。770円です。旦那用なんですけども、スーツのズボンって薄いじゃないですか。なので、これを着て、スーツを着るという形でいつも履いているらしいんですよ。こういうタイプの。いつもユニクロの超極暖なやつを履いているらしくて、まあユニクロの超極暖も、まあ、お高いじゃないですか。3000円ぐらいするのかな。なんですけど、これだったらいいんじゃないって言って、購入いたしました。じゃあ、お次。これはレディースの L、キルホカロンのインナーを買ってきました。前回の島村購入品でもインナーを買ったんですけれども、もう消耗品だからまた買ってしまいました。こちらも770円です。こういうキルホカロンとかも気になってたからね。うん、私はそういうの靴下しか知らなかったけど、インナーもあるんですね。あったかいよ、やっぱり。あったかい？うん。なんか触った感じ、ユニクロの極暖ぐらい同じ分厚さです。これも2枚組なんでお得だと思います。次、こちら。こちらは、レディースと同じくメンズの770円です。メンズは分厚いとかあるのかな？レディースは薄くてメンズは分厚いみたいな。その違いある？うん。ユニクロはレディースとメンズ違いますよね。レディースの方が薄いですよね。いや、メンズの方が分厚い。一応？うん。あ、やっぱレディースの方が薄いわ。女の人はいろいろ着込むから薄く仕上がってるんですかね、そういうのって。違うね。ね、違うよね。メンズの方が分厚い。分厚いね。より分厚いのが欲しいなと思う人がいれば、メンズを買った方がいいかもしれないです。こちら、メンズ用です。メンズの、こちらも広告の品だったんですけれども、メンズの靴下、550円になります。スーツの時に履くソックスです。分厚い。すごい分厚いよ。これ暑いかも逆に。そんなことない、うん、すごい。めちゃくちゃ分厚い。ソーパルプ裏起毛って書いてます。これも3足で550円だからめちゃくちゃお安いと思います。次、最後、こちら。レディースのソックス3足組です。もうホカロン買ってるからソックスいらないよなと思いつつ、こちらのもう柄が超可愛いと思って買ってしまいました。でも靴下も消耗品だからいいかって言って購入しました。で、この柄もあと1足しかなかったからもう買うしかないなと思って購入しました。この色が好き。こんな感じ。はい、5000円以上でしたので、こちらもらいました。数量限定だったかなと思いますね。じゃーん、電池もついてます。なんて親切なんでしょう。9時アラームも設定できるそうです。という目覚ましでした。こういうボタンはないので、うん、後ろでオフするしかないですね。はい、というわけで島村初売り購入品紹介でした。福袋は買わなかったんですけれども、欲しかったものは全部購入できたので良かったなと思います。瞬殺でなくなっていたものは、そういう子供の福袋がなくなってましたね。みんなそれ目当てだったのかなとは思います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価
よろしくお願いします。さよなら。